頭にあるものですが、それトップシークレットのどこで事前に捜査官の命令ある場合は暗号にて指示、それ以外は潜入先のルーティンに準じること。だから何の要点だね。この5人は別々の会社職業についています。健康診断の時期は各職場によって異なりますよね。ところがこの5人はこの1ヶ月前に全員が健康診断を受けている。つまり公安の暗号を知っていただいた暗号を使用し、キャンキャン起きないんだけど、キャンこの5人の健康診断を受けさせ、キャン、何らかの罠を仕掛けた、キャン、ギャム来て、じゃあボタン、ギャムお母さん、起きない、うん、呼んでも起きなかったのに、今お母さんと喋り始めたら目開けて起きた。お、起きた。でも。